あ、好きこの。お好き。皆さんこんにちは、チェイヒダカです。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、私が最近ドラッグストア、バラエティショップかなを見ていて気になった新作のアイテムたちでございます。大半はセザンヌです。セザンヌ待望のちょっとねシフォンマットに仕上がるクッションファンデーション、これね待ってる方多いんじゃないかなと思います。それから私が大好きビタートーンアイシャドウから新色ですよ、うん、などなど、こんな可愛いものやら揃えまして、このルック仕上げてみました。もうねセザンヌあっぱれですね。本当言うことないです、あっぱれしかない。今回も素晴らしい仕上がりのアイテム発売されますので、気になる方はぜひぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それではちょっとねスキンケアからやっていこうと思います。こちら大人気、あの日焼け止めでね有名なラロッシュポゼから、これスキンケアアイテムなんだけど、ラロッシュポゼシカプラスとリペアクリーム B5 プラスっていう保湿クリームが発売されていたのでちょっと購入してみました。乾燥で揺らぎがちな肌を潤いで満たして整える保護クリーム、肌のバリア機能をサポートしながら乾燥や肌荒れを防ぎますということで、今ね本当に乾燥していてやっと治ってきたんだけどね、あの月一のサイクルと重なってあまりね肌の状態が良くなかったので、ちょっと保湿クリームは嬉しい。はい、こんな感じの蓋になっておりまして、出してみると、おお、なんかちょっとみずみずしそうな予感。まずちょっと半眼つけてみるね。ちなみにこれは特にあの SPF とか入ってないです。あのすごいこっくりめ、おお、 SPF 入ってないよね、書いてなかったはず、うん、書いてないですね。この B5 プラスってどういう意味なんだろう。あ、うん、リペアバームっていうだけあって、しっかりこっくり、バーム感、塗り終わりがバーム感ありますね。あ、これはちょっと嬉しいかもしれない。はい、まず半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方、かなりトーンアップしてる。そういう効果があるのかな。ほうほうほう、あ、よい。めちゃくちゃ乾燥してるときはこれぐらいのなんかしっかりバリアしてくれてる感じの保湿感欲しいよね。でもね、なんかベタベタ残る感じじゃないのでメイクに響かなそう。でもこのシリーズ私クリアタイプ以外ちょっとねファンデーションとの相性が悪い時があるので、これどうだろうね、ちょっと楽しみです。おお、うんうんうん。どうしても肌荒れしてる時とか夏とかは避けたいようなテクスチャーではあるんだけど、それ以外はすごい乾燥肌さんには良さげ、うん。はい、そしたらファンデーションいきたいと思います。ファンデーションは待ちに待ってたやつですね。はい、こちら購入してみました。はい、セザンヌの大人気のこのねクッションファンデーションからマットタイプですね。セザンヌシフォンフィットクッションファンデーションが発売されました。SPF50 の PA4 プラスあるセミマット肌仕上げのクッションファンデーションです。従来の既存のアイテムはあの薄付きでちょっとねツヤ感が出るんだよね。崩れにくく軽やかな薄膜セミマット肌が続くということで、セミマット肌仕上げ高カバー仕上がりが続く、水汗こすれに強いんだって。おー、やば、やわ肌マットって書いてます。これ楽しみで、今回3色発売されていて、00番の明るいベージュ系、10番の明るいオークル系、そして20番の自然なオークル系という3色が発売されております。おそらく
私はね10番なんですよね。うん、ちょっと手元に出してみるね。はい、今3色00、10番、20番っていう感じで出してみました。うん、なんか00と10番の違いっていうのが、まあ若干明るいけど、なんかアイボリーともうちょっと肌なじみがいい、なんていうんですか、オークルみたいな感じかな。ふん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 。で、あのスウォッチした時に感じたのがやっぱりちょっと重たい感じ、うん、今まで の, あの既存のものとはみずみずしさが違うような、そんなグリップを感じるようなテクスチャーでした。はい、そしたら実際にファンデーション塗布していきます。おそらく私10番だと思うので、これをまずとりあえず半眼いってみます。おあ、いいカラーですね。おお、あ、本当だ、既存のファンデーションよりもカバー力があるの分かるんじゃないかな。ちょっとこのシミがあるところもよりねカバーできてる。あ、好き、このあ、好き。はい、まずは薄膜で10番仕上げてみるとこんな感じです。つけてない方をつけた方、あ、いいですね。本当だね、ふわっとセミマットな感じだね。ツヤ感は今つけたてのツヤ感っていう感じで、うん、セミマットですね。ツヤ感はそんなに感じられないですね。ほうほうほう。じゃあちょっと00番の明るいベージュを顔のこの三角ゾーンのところハイライトとして重ねてってみます。あ、結構白いね、明るいベージュ。ほうほうほう。あ、おー、ほう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 、なるほど。結構なんかカバー力があるように感じる、というかあの重ねていけるんじゃないかな。ふんふんふん。そしたら最後20番の自然なオークル系っていうカラーでちょっとこの辺をコントワリングできるかなと思ったけど、そこまでの濃さじゃないですね。ただ若干今白く立体感が失われているところにこうやって重ねてあげると、あ、いいですね、いいですね。ほうほうほう。はい、20番もつけて半眼仕上げてみるとこんな感じです。うん、結構この辺の色ムラとかも隠れてんのがわかるんじゃないかな。あ、いいですね、いいですね。はい、両方仕上げてみるとこんな感じです。あ、いいですね。程よくカバー力もあって、ツヤが全くないかっていうと、そんなのっぺりするようなきついマット感ではないので、うん、日々使いやすいようなファンデーションじゃないかな。おー、これがロングラスティングだったらいいよね。とりあえず、好感触です。さすが。はい、さらっとパウダーで仕上げて戻ってきました。そしたらアイブロウいきたいと思います。アイブロウ、こちらセザンヌの超細身アイブロウのシリーズから08番のビターグレージュっていうカラーが発売されました。細いやつ、こちら使ってみます。おー、ナチュラル。あ、はいはい、すごいナチュラルですね。まず半眼仕上げてみるとこんな感じです。つけてない方をつけた方、わかるかな。もともとの地毛の色にすごい近しいような、私の場合ね、そういうカラーなので、なんか眉、地眉が濃くなったっていうような印象にできるかな。なのでナチュラルなメイクをするときそんなにカラー傾きたくないよっていう時に用意ですね。すごく絶妙なナチュラルなカラーで、黒髪さんとかもめちゃくちゃ嬉しいカラーじゃない。すごいナチュラルに毛量が盛れる感じかな。この隙間っていうのを埋めれるし、うん、あ、いいですね。この先っぽ描く時とかも良いかも。
はい、そしたらちょっとね、この今ゴン太に仕上がっている眉を落ち着かせていきたいと思います。眉マスカラも発売されましたよ。はい、大人気のシリーズですね。こちらはセザンヌ極細アイブロウマスカラから C の4番ソフトグレージュっていうカラーが発売されました。ペアリングしてあげると良さそうだよね。このシリーズすごい好きなんだけど、なんか今のところすごいベストなカラーっていうのが個人的に見つからなくて、これはどうでしょうか。ああ、はい、半眉を仕上げてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方、あ、眉の存在飛んだね。なんかでもちょっと 逆戻りした感じがしたい。あの眉、あのペンシルで描く前に戻ったというか、そんなこともないか、そんなこともないね。ちゃんと仕上がってるかな。うん、どうでしょうか。どうだろうな、まあ、個人的に髪の色とかもあって、このペアリングというかこのカラーはそんなに使わないのかなというような印象なんだけど、このちょっとグレーで落ち着いた感じがいい方は良いんじゃないでしょうかね。あ、これやるといいかもね、馴染むかもしれないね。ほほほほほほ、良さそうです。そしたらアイシャドウいきたいと思います。アイシャドウ楽しみにしてました。私このシリーズが一番好きです。セザンヌのビタートーンアイシャドウから03番のビスケットブラウン、もう綺麗だよね。でさっきちょっとここにねスウォッチしてみたんだけど、なんかこのラメのなんていうの、輝度が上がった気がします。輝きが絶対増したよこれ。じゃあまずはこのカラーをアイホール全体に塗布してきます。うわ好き。もうこれスックじゃない？スックのさアイシャドウパレットで、私これ何番だっけな、すごい好きなのがあるんだけど、え、それに見えてるんですけども、このちょっとラクダっぽいカラー、きれい。下まぶたにも、ほい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 。そしたらちょっとこのハイライトカラーでこのね周りをぼかしてあげて、さらにブレンドしてこのラメを、あ、やっぱりなんかラメ感が上がってる気がするよ。え、気のせいかな。すごい綺麗。ほ、そしたら最後この締め色で、締めてってあげます。綺麗。はい、まず半目仕上げてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方、すんごい綺麗。これは持ってて損ないカラーだと思う。じゃあちょっと反対側もいきます。このカラーが本当に綺麗なカラーだよ。ブレンドがもうすごい綺麗だもの。はいはいはい、あ、最高ですね。ラメ重ねたらさらに輝き強くなった。わ、絶対これ輝き輝度上がってるような気がします。ラメがすごい。でね、実はこのねベージュトーンアイシャドウから06番のピーチベージュっていうカラーも発売されていて、ちょっと今
やろうかなって思ったんだけど、ちょっと勢い余って両目仕上げてしまいました。なので後日またこの子使いますね。一応じゃあちょっとスウォッチだけしときますね。ピーチベージュっていう風にはなってるんだけど、結構ねピンクの印象が強いような、そんな仕上がりになりそうな予感がしております。乞うご期待。そしたらアイライン引いていきたいと思います。こちら大人気キャンメイクのクリーミータッチライナーから10番、ココアグレージュっていうカラーが発売されました。使いやすそうなカラーなんだよね。ちょっとグレージュがキャンメイクもセザンヌも着てるんですか。はい、出してみるとこんな感じで、あまり繰り出しすぎるとこのシリーズはもろっといってしまうので、どうかな。このねキラキラのラメがこの目の際のギリギリまで来てしまうと、どうしてもなんだろう、目が小さく見えたりとか不自然な印象になる方もいらっしゃると思うので、そういう方はあのバッていうようなつけましてあげると結構綺麗にね収まるんだけど、つけましないよっていう場合はちょっとこの上をねアイライナーで走ってあげると印象全然変わると思うので、やってみて。しかもこのグレージュだと影だけが足されるようなそんな印象だから、あ、いいですね。わかるかな、ちょっと目元の印象が強まったの。ナイスカラー。あ、セザンヌのこのアイシャドウのラメ、キラキラ感は強まったんだけど、若干ホロホロしているようなそんな柔らかい質感なので、もしかしたらこの間発売されたあのプライマーと一緒につけてあげた方が良いかもしれないですね。その方が色持ちが良いかも。お、いいですね。ちょっとこの先っちょの部分、これだと描きにくいので、このセザンヌのアイジェニックカラーライナーから10番のノーブルグレージュ、似たようなカラーを使って先っぽを延長して目幅を出してあげます。あ、いいですね、相性いい、シームレスにかけるね。ほうほうほう、そしたらマスカラなんだけど、マスカラもねこの大人気、私も大好きなんだけど、耐久マスカラから洗練グレージュっていう、またこれもねグレージュのカラーが発売されました。ただねどうだろうな、この仕上がりにグレージュを仕上げてしまうと若干ボケる気がしているんだけど、ちょっとまずやってみようか。この耐久マスカラさ、程よく長さも出る感じがするし、本当にカール持ち良いし、いいんですよね。あ、なんだろう、ちょっと太さが出るよ。おお、こんなに太さと長さ、いや出たなとは思うんだけど、こんなに出たっけ。ちょっと見える。はい、半分仕上げてみるとこんな感じです。結構バッチリいったね。ほー、あ、感動。わわわわわ、わかるかな。ね、グレージュのカラーで落ち着いてはいるんだけど、ちゃんと広がって長さも太さも出てるから、ちゃんと目元主張できてるね。なんならちょっと上がりすぎてインライン見えるので、さっきのキャンメイクのクリーミータッチライナーでインラインも、おお、すごすごいね。じゃあチークいきたいと思います。チークは大好きなジューシーからこのね限定のパッケージでアイテムが出てたので購入してみました。ニュアンスグローパウダーから私はアイボリーミルクとアップルシナモンを購入してみましたよ。アイボリーミルクがねこんな感じで
マットだと思うんだよね。マットのパウダーになっているので、ちょっと三角ゾーンのハイライトとかに良さそうだなと思って購入してみました。ちょっとこの辺を。あ、パーンとなるね。いいですね、いいですね。目の下をちょっとハイライトしてあげたり、この辺を白目のパウダーで持ち上げてあげたり、この辺はちょっとディテールブラシでアイブロウをちょっとリフトしてあげたりとか、あとはねこの鼻もツヤツヤするようなハイライトでやっちゃうと、ちょっとその感じが嫌っていう方はこういうマット使ってあげると良いと思いますよ。で、あとはこのおでこのところとか、あ、いいカラーですね。お、いいよいいよ。パッケージも可愛いしね。この根元のあたりとか、あ、いいんじゃないですか。そしたらチーク、このねカラーなんだけど、このままのせちゃうと私シミが浮き出てきてしまうので、大好きリントのブラーブラッシュから505番、このカラーでまずはちょっとベースを作ります。で、これでちょっとぼかしてからこちら色を重ねてってあげようと思います。あ、かわいい、このカラーかわいいね。ちょっと赤みがあるような、それこそアップルレッドが入ってるような、そんな感じのカラー。これ限定なのかな、なんかちょっと後で詳しく分かったら書いておきます。なんかパッケージだけが変わって、リップとかは既存のカラーが出てたりとかしたので、もしかしたらパッケージだけ限定なのかなっていうふうにも思ってるんだけど、あ、かわいいよこのカラー。そしてやっぱディント挟んであげると全然違う。はい、そしたら最後リップいきたいと思います。リップはこちらもジューシーなんだけれども、これはねパッケージだけがこのバージョンなんだと思う。他の好きで集めているジューシーのリップ、あ、今ここにないかな。でもこの完熟メープルっていうカラーはあったので、はい、こちらでもね、このカラーは持ってなかったのでつけてみます。よっ、かわいい。なんかちっちゃい毛がいっぱいついてるな私。かわいいね。やっぱこのシリーズ、この薄さ、シアー感が絶妙だし、このクリーミーさもとってもいいし、このなんかピタ、クリーミーでスルッといくんだけど、でもちゃんとね、リップにまとわりついてくれるような、そんなテクスチャーで、ロングラスティングかいって言われると、ロングラスティングではないんだけど、でもいいの。カラーがすごい絶妙だから。はい、仕上がりはと言いたいんだけど、なんかどっかが、やっぱ眉かな。なんか眉の色が、こういう時はおそらくチークのこのカラーを入れてあげるとバランス取れるんじゃないかなと思うので、ちょっとささっと眉にチークのカラーを入れてってあげます。どう？ほう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 、がっつり入れた方がいいわ。あ、いいかな、いいかな。あと、そしてちょっとだけこのブラウンも混ぜてあげると、いい気が、あ、うん、いいですね、いいですね。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。いや、セザンヌ優秀だね、本当に優秀だね。
だってこのアイシャドウのこの仕上がりは絶対この値段じゃないよっていうくらいすごい大満足です。素晴らしい、素晴らしいです。はい、今日の一押しですね。今日の一押しはもうダントツこの子ですね。はい、セザンヌのビタートーンアイシャドウから03番ビスケットブラウン、これは名作です。ドラッグストアでいっぱいブラウンのシャドウ好きなのあるけど、トップ3に入るんじゃないかなっていうぐらいこのカラーは絶妙に好き。特に私こういうねマスタード感があるようなブラウンが入ってると本当にもう大好きなので、はい、今日はこちらのセザンヌのビタートーンアイシャドウからビスケットブラウン03番、こちらを選びました。はい、11時にメイクをして今9時半なので、ほぼほぼ11時間半とか、もう結構すごい今日は経っております。今日はまあ冬ということで引き続き寒くて、外気は5度ぐらいかな、5度ぐらいの室温が23度ぐらいを行き来したりとかしてこの時間です。でも見て、事件よ、めちゃくちゃ綺麗、セザンヌのファンデーション、ちょっとね言葉を失うぐらい綺麗です。特に頬なんか全くよれてなくて綺麗。ほんでね、まつげもしっかり上がったままだし、眉毛こそ若干ちょっと物足りないなと思って足したんだけど、まつげのこのグレージュっていいですね。ちゃんとボリュームと長さもしっかり主張してくれていて、だからこそ、白髪っぽいというか、なんかちょっと、黒いマスカラが汚れて白くなったっていう風には見えなくて、すごい綺麗です。あとね、ラメもちゃんと残ってる。これ優秀だわ。メイク直後若干ちょっと、落ちてきてるかなと思ったんだけど、大丈夫です。私の目元だと。あと、やっぱ、ピンと綺麗。チーク、これ綺麗だわ。やっぱり下にディンとかませてあげると本当に一日中綺麗ですね。シミが浮き上がってこない感じ。今日のコンビネーション最高。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。セザンヌのこちらお待ちくだされ、すぐアップしたいと思います。なんかね、チーク、デュオチークになってるハイライターとチークのクリームチーク、あれね、限定が出るみたいなので、それとペアリングしてアップしようかなっていうふうに思っているので、もう少々お待ちいただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。